も激しい雨が降りそうです。予想最低気温です。東北から九州は20度くらいの予想です。日中の最高気温です。東北から関東地方25度以下のところが多いでしょう。向こう1週間の天気です。札幌から東京です。あさって金曜日にかけて北日本の太平洋側でも大雨となる恐れがあります。名古屋から那覇です。こちらは金曜日土曜日は晴れるところが多くなりそうです。では福島から気象情報を続けます。現在出ている警報注意報からご覧ください。大雨警報がご覧の赤く染まっている地域に出ています。洪水警報南相馬市と南会津町に出ています。現在出ている注意報です。会津全域に雷、濃霧、低温注意報、北部と中部に洪水注意報、中通り全域に洪水、雷、濃霧、低温注意報、浜通り全域に強風、波浪、雷、濃霧、低温注意報、浜通りの中部と南部に洪水注意報が出ています。三陸沖全域には海上濃霧警報、東部に風警報、西部に強風警報が出ています。うみちゃん、今日の気温しぽしぽ、今朝の最低気温、昨日と同じくらいとなりました。日中の最高気温、会津若松24度6分、福島22度6分、しぽしぽ、郡山23度8分、いわき24度2分で、昨日より3度から5度ほど高くなり、9月中旬から下旬並みとなりました。しぽしぽ、その天気です。会津は断続的に雨や雷雨となり、激しく降るところがあるでしょう。波の高さは4メートルの予想で、うねりを伴う見込み。